2021年2月、南相馬市小高区に民家をリノベーションした酒蔵、発酵場がオープンしました。ここでは、お米と一緒にホップなどを発酵させる、ジャンルの垣根を越えた自由な醸造スタイルでお酒が作られています。福島第一原発の事故により、一度は全ての住民が避難した土地で立ち上げた酒蔵。一人の若者のゼロからの挑戦が始まりました。発酵場を立ち上げたのは、2020年に東京から移住してきた佐藤大輔さん。広い意味で言うと日本酒っていう括りにはなるかなと思うんですけれども、伝統的なお米と麹を使って発酵させていくっていうのはそのままやっていて、それをベースにビールの原料であるホップを発酵させる途中で一緒に入れたり、ある意味その自由な日本酒作りをしているという感じですね。一つはその自分たちが今作ろうとしているお酒のジャンルがある意味その日本酒の概念をこう拡張していくような、そういったそのフロンティアを開拓していくような酒作りっていうのをしていて、一方でその小高という町も一回その人が住めなくなって町づくりとしてその途絶えてしまったその生活とか文化っていうのを改めてこう開拓していこうっていう、町づくりとしてもすごくこうフロンティアを開拓していってるような町だなっていうふうに、その自分たちが作ろうとしている日本酒の文化の作り方とその地域の文化の作り方っていうのがすごくこうシンクロするような感覚があって、この町で地域の方々と一緒に新しい日本酒の文化を作っていくのと同時に地域の文化もこう育てていくっていうことができたらいいなっていう思いで小高で酒を作ることにしました。10月上旬、今シーズン最初の仕込みが始まりました。発酵場では酒造りの大部分の工程が手作業で行われています。11月下旬、今シーズンの新酒10が完成しました。酒米の小町と食用米の天の粒、さらに雑穀の冷えを一緒に発酵させる初めての試みで作られたお酒です。南相馬の小高の、農家さんのお米を使わせていただいて、根本浩一さんという方なんですけれども、完全無農薬で有機で作っているお米なんですが、それを僕たちはお酒作るのに精米をあんまりしない作り方をしてまして、90% 精米といったような形で使わせてもらってます。農薬を使ってないので、だからこそ生えてくるこう雑草って言っちゃうとあれですけど、稲と稲の間に稗が生えてきちゃうというのがあるので、それも一緒に発酵させることで、その根本さんの美しい田んぼ全体をこうお酒で表現するといったことに挑戦したというお酒です。酒蔵に併設されたバーには、発酵場のお酒を楽しみにたくさんの人が訪れています。これまでの発酵場で出されているお酒のこうストーリーをこう引き継ぎながら、より日本酒っぽいこう感じでもすごくカジュアルな感じで飲みやすいお酒だなと思いました。とっても美味しいです。まず美味しいですとなんか日本酒っぽいとはいえ、すごいなんかこう酒感みたいなのが強いっていうわけでもなくて、結構爽やかな日本酒感がすごいあって美味しいです。もちろん小高で酒造りを引き続き続けながら、お酒の作り手っていうのを広い意味で増やしていけるような活動をしたいというふうに思っているので、お酒を作りたい、自分で酒蔵を持ちたいといったような方々が実際にそういうのにチャレンジしやすいような土壌を、新しく今始めている酒蔵とかと連携しながら、そういった土壌作りをしていくっていうこともやろうかなというふうに思ってます。地域の人たちに愛されるお酒を作り、小高という町を
自由な酒造りが楽しめる土地に、そして人々が集う発酵場で小高の新しい文化を作っていくため、佐藤さんの挑戦は続きます。一つ一つ実現する福島。